皆さんこんにちは、ロギンチャース、アイナイです。プロデュース101ジャパンシーズン3への応募がすでに始まっているということで、ボーカル、ラップ、ダンスで僕たちがオーディション当時に気をつけていたことをこれから応募する皆さんに向けてお話ししていきたいなと思います。今回はね、ラップ編です。はい、はい、新たにね、ラップに挑戦してみようかなという方もいらっしゃると思います、そんな方に向けて僕たちが当時気をつけていたこととか、気をつけた方がいいこと、なんかありますかね。はい、じゃあここからもう行きますか。はい、まあ、書くとしたら、絶対に格好つけずにもう自分のことを書いた方が絶対にいいです。そうだね、格好つけずに自分にしかなんか書けない詩を書いてたらかっこいいなと思います。間違いない。あとは何だろうな、まあでもとにかく合宿が始まるまでにいろんなネタを聞いて触れて、たくさん勉強することがまず基本なので、好きなアーティストさんとかのめちゃくちゃ真似してとにかく発声とかを練習してみてください。まあラップに限らず、まあ本当に楽しんでください。いろいろなんかすごいプレッシャーとか、ね、すごいいろいろね、感じることとかあると思うんですけど、全部そういうのは忘れて、とりあえず音楽を楽しんで、パフォーマンスを楽しんで やれば、それも多分見てくださっている方に伝わると思うので、全力で楽しんでください。はい、ですよ。僕たちなりのラップで気をつけた方がいいことをお話ししてみましたが、いかがでしたでしょうか、皆さん。はい、応募受付期間は5月24日までとなっております。ディープハイ、君の夢は時を超えて、たくさんのご応募お待ちしております。